乗ると帽子を振ってくれた戦友姿も遠ざかった。緑の土の山々や町も見倒しを立てて帰る日までしばらくの別れだ。遠ざかりゆく基地を眺めながら甲板の上に換算後を休憩している乗組員たちの感慨はひとしお深いものがあるであろう。これから基地に停泊中の威風堂々たる我が丸々艦隊が我々の出航を見送ってくれた。強烈な南海の太陽の明るい輝きも爽やかな潮風に吹かれて吸うタバコの味も満喫できるのは今しばらくだ。7時5分前、発電準備の命令が終えた。艦内懲戒第三配備、艦内中速後方。艦内中速後方。もはや見張り員以外の人々は再び基地に帰る日までこのように楽しく明るい太陽の光も新鮮な空気も心よい潮の香りも甲板の上で味わうことができなくなるのです。名残を惜しみつつ入るハッチは固く閉ざされる。洋上敵米英の輸送船を一隻合わさず海の木図と重ねる。公然たる乗組員たちの気迫を乗せて我が潜水艦は進む。荒波しぶく環境上、岩礁を除く二つの目は両方たる太陽の果てにたゆみなく注がれる。幾日か幾月か続けねばならぬ苦難の索敵行が始まる。調子は上々だ。すなわちも軽い。力強い機関の轟音は闘志と希望に弾んで艦内に伝わる。